始まりました、ショーのしびれない話。はい、よろしくお願いします。ちょっと元気が足らないじゃないですか。あ、ちょっと今ちょっとそのメンタルがもうプレッシャーに押しつぶされそうで。あ、そうですか。やばい、やばいです。やばい、決まってたら決まったで、またやばい他のプレッシャーが。そうですか。僕なんかね、今回はもう上昇気流のなんかもう、はい、やったねっていう回になるのかなと思ったんですけど。いや、いうふうにしたいですね。この収録を終えて。あれですね、髪の毛もちょっとまた変わりましたね。ちょっと前と全然違いますね。前の去年のスーパージュニアも黒くて短かったんですけど、うん、それとはまたちょっと違う感じに、うん、あとあれですよね、その一回自粛大会再開前に撮影させていただいたんですか、太鼓さんと。はい、あの時の髪型とその高木さんの前の髪型も、ね、結構変わる。あ、全然違います。あの時はもう本当長かったです。あの時は、うん、本当長さそのまま自粛期間中も伸ばしっぱなしで横を買っただけって感じでしたね。ちょっと中村さん、あ、中村さんやってみたらもう中村さんだったかな。なるほど。はい、まあ、ね、そんなショー、はい、ということで、六本木するけどショーと、はい、真島さんです。真島です。今日もあのショー選手の買っていただいたこんな濃いお茶を家庭にとって、家庭にとってね、免疫力を上げといてください。体脂肪を減らすと、僕はちょっとあれなんですけど、体脂肪を減らして免疫力つけといてます。はい、ということでよろしくお願いします。いやでもどうですかね。まあ、まずどこから聞いていったら方がいいのか。前回エア巡業だったんですけど、まだ途中なんですけど。そうですね。ちょっと今回はね、さすがにこの、はい、もうこれ正直次の大阪城のこの主役の一人ですから。ね、いやいや、そんなちょっと。いやちょっとやばいな。あの、はい、そうですね、エア巡業途中なんですけど、あ、でちょっとあれですね、なんか秋田を飛ばされたっていうふうになんか書いてある方がいらっしゃって、ごめんなさい。あれ、秋田って大会ありましたっけ。スーパージュニアでもしなかったら、日程にもしなかったらあれなんですけど。いやでもちゃんと一個ずつやってたと思うんだけど、はい、確認してみましょうか。もし秋田がもし試合あったんだったら、ね、飛ばしちゃったら、もし申し訳なかったんですけど、はい、ちょっとこのね、ちょっとスーパージュニアのエア巡業はちょっとね、はい、改めてまたちょっとやりますんで、はい、日程秋田がなければまたそのないままになっちゃうんですけど、はい、でも秋田はあの、そうですね、自分ファンクラブの開放誌のことでも触れてるので、ぜひそっちを読んでいただいて、秋田県の皆さん、もしかしたら結構東北をいろいろやったから入ってないっていうのがあったのかもしれないですけど、はい、わ、はい、かりました。また続きは、まあ、次回になるかその次になるかはまだわからないんですけど、はい、エア巡業まだやりますんで、ぜひよろしくお願いします、はい、いやでもということでニュージャパンカップですよ。いや、ニュージャパンカップに出れるだっていうだけでもすごい大きい、すごい自分にとってはすごいいい経験になりました。はい、そっか、あの時はまだ決まってなかった、何も決まってもまだ再開は決まってたんですけど、開けた、まあでも多分このニュージャパンカップどうですかっていう話はしてないですよね。してないです、してないです。ニュージャパンカップの意気込みもまだ何も表に出ることなく始まっちゃった、もうね、まあ元々はその枠っていうの部分では、そのオスプレイ選手がね、そうです、本当だったらオスプレイだったんですよ。オスプレイ選手は高木選手っていう、高木選手、はい、そこにこう食い込んだっていうね、まずいと思いますけど、はい、もう代わりと言っちゃなんですけどって感じですよ。本当に、まあ、ケイオスでまあ代わりになっただとは思うんですけど、でもこれはね、僕はそのこのポッドキャストで1年間愛を叫び続け愛を伝え続けて届いたのかなっていう、そのいや、そうですよね。あとその札幌のね、こう睨み合うシーンとか、はい、それもありつつですね、あそこで挑戦 してたらまたこれが変わってたかもしれないので、あそこでやらせろとか言っちゃってたら、まあ、じゃあ言わなくて後悔もあったんですけど、あそこでちゃんと挑戦表明しとけばよかったのかっていう後悔もあったんですけど、それがあってこの今があるのかなと思うので、まあとにかくもうドミニオン大阪城ホールは思い出の地にしたいです、うん、ですよね。いやだからそのね、まあこう買い合って、でもファンの方もやっぱりこう翔選手対高木選手は見たいっていうね、いやありがたい、あったからこそっていうのはあったと思います、これ会社も、はい、いやポッドキャストやっといてよかったなと思います。ポッドキャストやってなかったらこの1年間何もなく、その何もなく、ただただここでずっと好きだ好きだってずっと一方的にその片思いを伝え続けてきたんで、ようやくコメントでもようやく告白ができて、告白はね、告白と言って、まあでもずっと戦いたかったんで本当に、そうですね、もうでもこういう
この状況にならなかったらこう、はい、なんかシングルマッチこぎつけてなかったのかなと本当にいろいろと思うとこはすごいあるんですけど、ね、そしてしかもまあそのまあ戦うだけでっていうだけじゃなくてこれはいや大きいですよこの勝利は。これはねもう本当に一瞬一瞬でしたね本当にその試合中もその一瞬一瞬戦っててちょっとでも気抜いてたら多分負けてたと思うんで、なんか集中できたなと思います。いやだからまあこうニジャパンカップいろんなそれすごい試合だったりとか、まあそのすごい逆転劇だったりとか、はい、まあそのあこの選手がこの選手勝っちゃうんだみたいなありましたけど、その中でもちょっと 1,2 を争う。あ本当ですか。大反響でした。はい。いや嬉しい、ありがとうございます。いやでも1回戦いろんな試合全部1回戦見ましたけど、どれもいやもう面白かったです、ね。やばっ、すっごい面白かった。辻真壁さん面白かった。いや石井さんデスペ。いや石井さんデスペも一回戦相当面白かったです。面白かったですね。もうずっと見入っちゃってました。あともうそうですね。全部がね、ヒロム選手もやっぱりまあ言うてもやっぱりヘビー越えっていう意味ではね、本間選手もあったし、矢野さんにも勝って。この鈴木みのるさんとさ永田さんの試合もすごかったですからね。バッコンバッコン。いや面白かったです。ああすごい。意地を感じました。その二、ね、人とも50超えてんのか。そうですね。本当なのっていう。こんな人たち本当に化け物って感じでしたね。はい、本当なのって感じ。すごい。いや興味深い組み合わせばっかり。あのスーパージリアじゃ見られない組み合わせ。うんうん、石井さん、ヒロムさん、ヒロムとか、はい、高橋ヒロム。新さん高橋宏夢だったり、そうそう、ね、あと、まあ、上村もそう、あとこっちもそうですね、はい、いやもう本当にね全部がすごかったですけど、まあでも本当に僕本当になんていうか、そうこうやっててバコーンとハッシュタグがいきなり NJP カップバーンって上がったらやっぱりね翔選手勝った瞬間です。あ本当ですか。いやありがたい、いやありがたいなやりがたいというか誰しもがもう多分負けると思ってたのかだからかこそかもしれないですけど、でもちょっとね追い込み方もこうなんか圧迫すごく考えられてるというかね、そうですね、こうやってこうやってこれでそして勝つっていうね、はい、ちょっといろいろやっぱ串田さんからヒントは得ましたね。あやっぱりやっぱりそのね途中やっぱ腕攻めありましたけど、はい、あの辺はやっぱりこれちょっと自分流に変えれるんじゃないかって串田さんのその参考にしながら、あ串田選手は試合をじゃちょっと研究したりして見ました見てました。自主期間中も串田さんの試合見て、はあこの動きからこうやって俺のなるほど技に変えれるんじゃないかっていうのを串田さんからもいろいろ得ながら、まあ、そこだけじゃないけど、まあ、ちょっと参考にしつつ参考にしてましたね串田さん。確かにこうまあねロックからこうちょっとね終盤のくるりましたもんね、はい、くるっとね、あなるほど、これはね、いやとりあえず一生あの一生は本当に自分の人生の中でも、うん、結構かけてたので、ここでもう、うん、この1回戦高木慎吾、うん、まあこういう状況があって、うん、ニュージーパンカップ、まあ、ラッキーでエントリーさせてもらってシングルを組めたって、うん、ここで負けてたらもう二度と、うん、もう一回やらさろって言っても、うん、なかなかやらせてもらえないだろうし、うん、本当に勝ち負けにこだわりましたね。もうここで負けたらもうちょっと、うん、結構ずっとこの1年間このポッドキャスト聞きながら応援してくださってた方にもちょっと失望させるんじゃないかっていう、すごいなんか、ね、そんなことはないと思いますけど、いやでもね今もそうなんですけど、この時も結構かなりのプレッシャーでしたね。本当にこれ負けたらちょっと人生ちょっとレスラー人生ちょっとやばいな。あそうですか。でも勝てばまた本当に180度ぐらい違う勝ち負けで、いやかなりね飛び抜けたっていう感じありましたし、はい、ね試合前にも、はい、誇りだと、はい、いやもう一生自慢できますよ、俺高木慎吾のシングルで勝ったことあるよっていういやいやそこで満足はしちゃダメですけど、で高木さんなんかその辺をね、はい、あのそのなんとか症候群なんでしたっけ、何でしたっけ言ってましたね、症候群でそのすごいギャグまたうまいことを言 う, っていう、ね、すごい上手だなと思いましたけど、それになっちゃダメだなって思う。でも本当にそのぐらい、まあでもその瞬間のね、はい、率直な本当に嬉しかったです。本当に正直すごい1回戦
ていう、まだ全然喜べない、うん、1回戦突破っていうだけじゃ全然喜べない結果なんですけど、すごい自分の中で高木慎吾からのシングルの勝利は本当に、うんまあ、この先ずっと、うんうん、まあそうですよね、はい、まあ俺はお前あの時勝ったんだぞってずっと言い続けるのもちょっとそのちょっとあれなんですけど、あの時は俺が勝ったけどなっていうのはちょっとそんなこと言いたくないんですけど、一応誇れる一勝だですね自分の中でも。なんか最初のなんか一番初日にも当たったんじゃないですか、はい、ちょ開幕戦というか、そうですね、その開再開の、うん、はい、あの時高木さんおめえ何も買ってねえなみたいな、ね、はい、ことを言ってました。なんかその次にやった時はもうだいぶ変わってるじゃねえかみたいな感じになってました。ちょっと手の内を探り探りみたいなのありましたね。やっぱりそこはやっぱり公式戦を意識して、はい、ちょっとこれどこまで出していいんだっていう。そうですね、あ全部出し切るってもあれだし、はい、探り探りのとこもありの、うん、でしたね、いやでもとにかく次につながってよかったと思います。ね、ちょっとまあそのね、まあもう大阪城の話も聞きたいところですけど、まあ、その次に真田戦もね、僕すごく、あ本当ですか、これフレッシュな組み合わせで、いやないですよねこんなこと、はあはあ、もう自分が G1 とか出たりとかしない限り、はあはあはあ、この人とのシングル、うん、まあ、もうこんな組み合わせもあるんだっていう自分の中でもまさか、うんうんうん、年明けて2020年になって今年真田選手とシングルするなんていうことは考えたこともなかったので、いやでもまあ全然高木慎吾とは全然違うタイプというか全く別タイプ、同じロスイングベルナブレスでアポンテとしても、いやでも10年前自分紙テープ投げてましたからね真田さんに。そう、はい、え、どこですか、全日本ですか、いや全日本見に行った時甲斐さんと組んで最強タッグかなんか出てました、公式戦見に行ったんですよ、それ投げたんですか、はいはい、紙テープ投げてサラダーって言ってたんですよ。あそんな時期あった、はい、そんな時期もあったり、あとそこで試合後ちょうど偶然真田さんに会って、へえ、でちょっとあの勇気振り絞って友達と一緒に2人で、はい、ちょっと真田さんサインくださいって言ってたんですよ、そしたら、あ分かった、じゃあ後でねちょっと待っててって言われて、そのままもらえてないんですよ。これなんかどっかで言ってると思うんですけど。あそうですね、あでもそのままもらえてないんで勝ったらもらおうかなとか思うの。勝ったらもらえるかな、お前勝ったらサインくれよ。あの時の俺大学生の時にサインくださいっていう時のサインまだもらえてないんだけどっていう感じの、まあ、そんな思い出もあり、それがまさかシングル、その時考えるとお前大学生の自分にお前10年後この人とシングルマッチやるぞっていう、そんな言いたい大学生の自分に言ってやりたいくらいの、いやかっこよかったね、その時からかっこよかったんですよ、今もかっこいいですけど、今も近くで見てめっちゃかっこよかったです、試合して試合して近くで見てもやっぱかっけえなと思って、あ、はい、ねちょっと、まあ、タイプとしてはかなり新日本の中で異質な選手ですけど、はい、面白かったですけど、いやすごい面白かったです、すごい面白かったです、やっぱテクニックすごいすごかったですね、やっぱじゃあ自分やっぱ自分じゃどうにもできない、まだまだ道具にもならなかったかなと思いますね、ちょっともっと工夫しないと、あなるほど、はい、高木戦にはもう高木対策をもうだんだん存分にやって当ててったっていう、はい、まさか2回戦でああ全くタイプ違う人だみたいな感じになっちゃって、そこまでよね、はい、そこがまた自分のその懐の浅さだなと思って、まだまだだなっていうのを、なるほど、はい、2回戦はそうですね、あれですけど、あとはあと対ヘビー級っていう部分はどうでしょう、まあ、高木さんはねそれほどやっぱり去年もやってるのでそんなに体重っていう部分は感じなかったかもしれないですけど、そうです、あと去年のスーパージュニアのシングルとで1年後今年やって、うん、2人とも絶対体重増えてると思うんですよ、はいはいはい、自分もそうですし、はいはいはい、去年のスーパージュニアの時と比べたら今かなり重たいと思うんで、はいはい、あと高木慎吾本人も多分かなり体重も増えてると思うんですけど、いや対ヘビー、まあ、自分ももちろんそうなんですけど他のジュニアの選手もすごい、はい、いやそうですね、これはね、でもデスペラードさんと石井さんとかってこうなんか
あんまりもう そういうことを考えないようなね感じの、はい、まあ石井さんはそもそもねそんなにあのヘビーとしては体はっていうのはあると思いますけど、すごかったですね。いやだからこそなんかその体格体重関係なしに男と男の勝負だって感じで、うんうん、いやあの1回戦デスペラード石井さんの1回戦相当面白かったですね、うん、いやもうあちょっとあの本当にどの試合もこれお客さんありで見たかったなっていうのが本当にこれはね昨日田中さんともやったんですけど、やっぱり、ね、どんな盛り上がり方してたんだろうっていうのをおっしゃってましたね。その田中さんも石井さんとデスペラさんの試合がもしお客さんがいたらどうなったんだろうっていう、お客さんいたらって思うとそれはね歓声もそうです、この足のそのストンピングババババババ、それでもご自身の試合で思ったんじゃないですか、高木さんとの試合とか。いややりたかったですね、どんなんだったんだろうっていうのはパンだったらみたいなタラレバになっちゃうんですけど、もしお客さんいたらどうだったんだろうなっていうのはすごいやっぱお客さんの大歓声とか聞くと他の人の試合でもすごい自分でもまだ鳥肌立っちゃってでするんで、あやっぱいいなって、やっぱ声援はでかいですね。逆に言うとでもどうですか、そのね田中さんなんかそのお客さんがいないっていうのはすごい経験になるぞっておっしゃってましたけど、確かに実際その想像してたのと、はい、どうでした、お客さんがいないプロレスっていうのは初めてですよね。初めてです、うん、最初は違和感でしたね、やっぱ何してもうんともすんとも言わない。だけど逆に言えば対戦相手に集中できるっていう、あ、はい、良くも悪くも、そうですね、お客さんを、はい、まあこれちょっとまあ、やっぱり喜ばすっていう部分もあるじゃないですか、プロレスって、はい、でもやっぱりその相手を倒すとかね、はい、そっちにやっぱりより集中できるっていうのもありつつ、でも結構やられてる時にチラッとお客さんの顔見て、はいはい、なんか顔見たら、あ俺立たなきゃとか思う時あるんで、やっぱすごい応援されてる、こうなんかこうなんていうんですか、これ言葉じゃ伝わらないな、こうファイティングポーズを、はい、頑張れみたいな感じの顔の人と目が合ったら、ああやられても、あ、応援してると思ったら、あ、俺立たなきゃとか思って力が出る時もあるので、そこは今回なかったのはちょっと残念だったんですけど。なるほどね。はい。まあ、それでも、はい、いやでもやっぱりお客さんは、うん、あ、そうですか。生で応援してほしいなというのは僕は試合して思いました。やっぱり無観客の良さも あるんですけど、どっちか選べって言われたらやっぱりお客さんに生で見てもらいたいです。それはそうですよね、はい、こうなんかね割とこう実況の声だったりとか、はい、そういうこうなんかまあある程度の声はねあったと思いますし、ちょっとファンの方も少しこう無観客に慣れつつある部分もあると思うんですけど、はい、これやっぱりご本人からしたらやっぱり会場で応援されたいなと思います。なるほど。いやもう本当にこのどの試合もちょっとお客さんありで、どんな本当それがちょっとなるほどね、オーリーだったらどんだけ盛り上がってたんだろうっていうのが、いやそうですね、永田さんと鈴木さんの試合とかね、鈴木みのる、あと高橋、あでも高橋ひろむ、矢野さん、いやあれはすごかったですね、あれもお客さんありでちょっと見みたいですし、そうですね、確かに、はい、どうなってたんだろうっていう。やっぱデスペイシーですよ、石井さん、石井さん、ヒロム選手はどうでしょう、まあこのね、そういう意味ではこのジュニア、岡田さんと、ここは結構なんていうかファンがね期待はしてたと思うんですけど、うん、まあやっぱりここまで勝ち上がったっていうのはね、ベスト4ですよね、だってこのメンツ で、はいはいはい、でこの山だって真壁さんもいて石井さんもいて、うん、そうですね、おっしゃる通り、はいはいはい、かなりの山ですよ、ここ勝ち抜くなんか、うん、いやここはなんかそのまあもちろん期待度は高かったと思うんですけど、やっぱりここまでをやっぱ想像した方は、まあどうですかね、ちょっとなかなか僕はやっぱり石井選手に勝った時はびっくりしました。いや本当にそうです、はい、うわすごいなと思って、はい、矢野さんのねちょっとその独特な勝ち方でしたけど、独特です、いやすごい、やっぱジュニアチャンピオンすごい、でそれを超える岡田さんはやっぱ本当にすごいと思いました。いやそうですね、レインメーカー出さずに、そうですね、はい、これはね、岡田さんは本当にすごい、岡田さんは本当に本当にレベルが違う、ああなるほど、
改めてやっぱこの32これやっぱ外国人選手がねいなくて、はい、まあたくさんいますけど、でこのまあなんていうか、まあ言うたらやっぱその穴を埋めた形ですけど、やっぱとんでもない選手ばっかりっていうかね。そうですね、いわばもう半分、半分ぐらいですか、代わりったのが、そうそうそう、半分補欠みたいな。そこまでが僕は言えない。いや、ちょっと待って、これ言葉間違えました。だって代わりに出たって感じですもんね。まあまあ正直そうですよね、はい、代わりに出た選手なのに、はい、もう、じゃあもうどんだけこの新日本プロレスっていうプロレスのこのチームというか団体がどんだけこのレベルが高いのかっていうのが恐ろしいですよ。ここで勝ち残るには本当どれだけすごいことなのかっていうのがもう分かりましたね。となるともう来年もし出れるかどうかって言われたら分からないですもんね。いやこれはね、今年出てないその例えば、まあ、J 選手とか、はい、いっぱいいるわけじゃないですか。健太さんも出てないですし、はい、本当は出る予定だった選手いっぱいね、そこもあるでしょう、ね、その人たちが帰ってきてももしまた来年出るからにはもう相当なサバイバルというか、いやこれ自分の居場所作るの本当に大変ですね。これはこの中で恐ろしい選手層が厚すぎて、厚すぎますね本当にね。大半日本にいないのにこんだけ暑いっていう、これマジかと思ってよ。いやこれ多分ね、海外の選手はみんなでもキリキリしてると思いますよ、オスプレイさんとか、ね、いやオスプレイは本当に悔しいと思います。ですよね、はい、本当に彼の気持ちを考えると本当に申し訳ない気持ちはあるんですけど、でもだからといって一番遠慮するつもりはないので、はい、もちろんそのいいことじゃないですけどね、出れなくなるっていうことは。でもここはもうこればかりはもう本当にレスラーとして一人の、まあ、人間としてもう本当にちょっと遠慮はしてたらダメ、遠慮してたらダメ、オスプレイのことを思って遠慮してたらちょっとダメだなと思う、うん、ね、はい、そういう意味ではまあその翔選手がねこうずっと、まあ、最近のインタビューでおっしゃってそのシングル戦線っていうのはね、はい、ついにこのであれですよ、まあその大阪城ホール、はい、あるわけじゃないですか。そう、ようやく決まりました。ずっと喉の下ぐらいまで出てた挑戦させろっていう言葉をはい、はい、このベロの先ぐらいまで来てたんですけどベロの先ぐらいまで来てたんですけどようやくあの言えましたね。って言ってもまあむしろ向こうが一回負けててお前そうですね、はい、向こうがもう本当その気に、あ、その気になってくれてるって自分がもう確信できたので今告っても断れないだろう、断られないだろうなっていうその伏線を自分で作って結構固めていくタイプ、固めて、いや自分はあの本当ちょっと心配性というかあの振られて嫌な気持ちするのが嫌だから告白しないみたいなところあっていや振られて、いやちょっと振られるくらいなら告白しない方がいいやぐらいのちょっと変、ちょっとそれダメだなって今思えばもう、あ、手当たり次第告ってた方がいいんですけど、それは当たりますし、あ、なるほど、これ面白い。でも確かにね、手当たり次第こくる人もいるじゃないですか、はい、プロレスラーで、はい、なんていうかプロレスの話ですよ、はい、プロレスの話です。でも例えば翔選手もね、まあ、タイプ的にやっぱりこう固めて固めてから温めて温めてのね、はい、もうなんならあれ勝った瞬間にお前って言ってもいいぐらい、言ってもいいぐらい、はい、ここじらしてちょっと本当にじらしてまあ、メールのやり取りも何回もするタイプで、デートも何回も重ねてようやくみたいな感じ。いやこれが本当にめめしく思われちゃうかもしれないんですけど、仕方ない、これはちょっと俺も完全両思いだよなみたいな、はい、これはもう脈ありありでしょう、ね、これ完全に完全に向こうも俺のこと見てるな、まあ、じゃあって感じでなっちゃいますね。いやそうですよ、はい、ちょっとめめしいな、これちょっと変えて自分はちょっと変わんなきゃいけないところですね。もっともっと男らしく、そうですね、もう片っ端から告ってる人もいますからね、はい、それもありだと思います本当、だってそんだけ貪欲に行くのはそうです、ね、ありだと思います。やっぱりこういうのってね、まあこの恋愛の話ですけど、はい、言っとくとなんか向こうも気にします。 その時ちょっと、はい、あ、まあいやまあそんなにと思ってても、はい、その人がちょっと弱ったりとか、はい、あ、そうですね、その人のこう恋愛がうまくいかなかった人、ちょっとその人気になったりするじゃないですか。はいはいはい、これはね、ある意味気にさせるっていうのもちょっと手かもしれないですね。今ベルト持ってる人たちにちょっとそうですね、ちょっと気あるふりしてな、はい、ちょっと
一応気があるんだよっていうのをみんなそのベルト持ってる人たちにこのポッドキャスト通じてでも君たちに気あっちにも気があるっぽい気があるからね気があるっていうのを本当に、ね、とりあえず本当に大阪城勝ちたい、ね、本当に勝ちたい。これでもあれですよね、あの掲げてた30今年中にネバーに挑戦するっていう目標は達成というか達成でっていうかまだあのベルト取ったわけじゃないんであれですけど、なんかポッドキャストで言ってました、ね、言ってました。しかもあれですよね、翔選手ってこう見えて、はい、新日本プロレスマットではシングルのベルトは初、新日本のベルトは初めてですかね。あの CM レールとかってありましたっけ？ CM レールもないです。あの一回ブリティッシュクルーザーを海外でブリティッシュクルーザーあった、そうだそうですね、エルファンタズモに挑戦したことはあった、ありましたね、いい試合でした、はい、ちょっと腰がまだね、そうですね、お年じゃない時ですよね。そうかそうか。でもまあまあ、日本国内では初めてですね。ああこれちょっとね、まさかこのジュニアのシングルでもなくネバーっていうのがまあまたいろいろ考えられるなと思う、考え深いっていうか。いやこれはだからね、おそらくこれはもう、まあ、まあ相手が高木慎吾っていうのもあるんですけど、そうですね、他の人がネバー持ってたらまた違ってたと思いますし、これはおそらくね、これもヒロム選手とかね気になってますよ。あそれはもうそれだったらもう手の内かもしれない、気にさせるっていうさ、それ俺に気がないのっていうその恋愛で考えた、そう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 、いや俺ジュニアのチャンピオンなのに、あいつジュニアなのに俺のとこまだ来ないかもしれない、俺に気がないのかなって言ったら思わせといたら、もし自分が告白したら OK もらえるかもしれない。そうですね、はい、そうやってちょっと徐々にね、徐々にちょっとあのポジション上げていくというか、いや高橋宏夢は多分そういう選手だと思います。みんな俺のこと見て、うん、お疲れ様です。いいんですか、しゃべるわけないじゃん。いやお願いします、しゃべってください、しゃべってください。何もしゃべんない、一言だけお願いします。え、あ、そうだ、一言だけお願いします。何してんの、ポッドキャスト撮ってます。ポッドキャスト撮ってんの、はい、あぜひぜひ、聞いてよ俺翔くんのポッドキャスト。あ、そうなんだ、自分お母さんのあのあれボイス聞いてます。本当俺、はい、ごめん一回聞いたことない。ぜひぜひぜひ、なんかお願いします。何喋りの、あ、ニュージャパンカップ、ニュージャパンカップ。あ、どうも初めまして、ヨウです。いやいや、はい、お願いします。吉橋です。いやいや、ちょっとあのちゃんとあのザックセイバージュニア。いやいやいや、違う、全然違います。ザックセイバージュニア。私日本語を話せます。あ、お願いします。あの何を喋るの、あ、レインメーカー岡田君。レインメーカー岡田君。あ、すごいすごい、いやこれすごいすごい、これ初めて、いやめっちゃ嬉しいです。本当、はい、自分の後輩しかまだ出てくれてないです。あ、ちょっと待ってください、またお願いします。いや、びっくりしました。言ってたんですか、一言。いやいや、何も初めて、いきなり、いや、いきなりです。岡田さんいらっしゃるっていうことも知らなかったです。あ、びっくりしました。あ、ちょっと岡田選手はちょっと緊張感走りますよね、はい、僕も、はい、いや、喉乾いてました。いきなり岡田さんが入ってきて、いや、ちょっとね、何喋りゃいいのっていう、びっくりしましたけど。いや、ちょっと もっと岡田さんの話聞きたかったな、ちょっとちょっとそういう空気がなかったですけどね、はい、いや、嬉しかった、超嬉しい。ついにいつかねゲストに呼びたいですね。あ、はい、いろんな人、ちょっといろんな人のいろんな話聞きたいです、ちょっと深掘りしたいです、ちょっとケイオスのねことは全然問題ないですから、はい、これ、ね、どう思ってるんだろうっていうのをちょっといろいろ聞いて、うん、いやちょっとびっくりしましたね、はい、これ、はい、という意味では何の話か、あ、そうですね、まあ高橋選手ね、はい、これしかもさっきのね、まあここまではお客さんが入らなかったですけど、はい、ついに大阪城からはようやくお客さん入るわけじゃないですか。どれくらいですか、4分の1、3分の1と聞いてますね。でまあ3500、もう少しちょっと増えたみたいで3500600、まあちょっとお客さんが入れるらしいんですけど、ようやくですよ。お客さんというかそのファンの方々もようやく生で肉眼でプロレスが見れるっていうのは待ちわびてるんじゃないですかね。そこでやっぱ自分の勝ってる姿を見せたいですね、本当に、ね、ただその今いるこの何ていうんですか、ちょっといろんなね、今そのまあ少しこういう状況ですから、はい、いろんな制約が、そうなんですよね、あったりして、声とか出せないんでしょ。これは声は正直、まあ大声は
ちょっとっていうのはこれあの新日本のオフィシャルとしてもありますね。当日は拍手は拍手ありでしょう、ね、拍手あり、はい、だからあの足のドッドとかありでしょう、ね、あり、つまり飛沫が飛ばなければはいいいんじゃないか、はい、まあ、マスクをね着用なの靴でうんうんっていうのはあり、そうですね。で昨日あの田中さんのポッドキャストで、はい、あのブーイングをどうしたらいいかっていう時にあのうなればいいっていう、うんそれがあのあれじゃないですか、その音の出るそのそ、ね、楽器みたいな、そうですね、はいはいはい、パフパフパフみたいな、その CM なんかメキシコであるようなラッパ、ラッパというかその楽器はありですかね。うん、まあ多分禁止ではないですからね。だからあのメキシコのプルプルプル的なやつとかね、ですよね。ボタンしたらわーっていう、そのああいいですね。これはね、おそらくこれ大阪城から始まって、はい、まあ、その後後楽園が今だいぶ決まってるんですよね。はい、だから多分ですけど、これ自然発生的にファンの方がいろんな工夫をされると思うんですよね、きっと。あ、ファンの方々自身でってこと？分かんないですけど、多分おそらくそういう、まあ、はい、みんなルールを守りつつこれだったらいいんじゃないかみたいなねことが生まれてくるんじゃないかなっていう部分はあるかなと思うんですけどね、うん、いやもう本当いろんな工夫していただいて楽しんでほしいんですよね、うん、それがいろんなことをそうです、ね、まあ、守らないといけないんですけど、やっぱ健康第一なので、皆さんの健康第一なのでやっぱ守らないといけないんですけど、やっぱ楽しめる環境というか、そうですね、プロレス楽しんでもらいたいです、本当に久しぶりの、まあでもやっぱりちょっとお気持ち的にはね、はい、タイトルマッチこれは、はい、見てもらえるっていうのは、見てほしいですよ、うん、いや最近もでもやばいですよ本当に、プレッシャーというか押しつぶされて、どうなんか本当 YouTube でどうすればその成し遂げられるかというメンタルとかそういうの調べてそんなのばっか見てます。あ、そうですか、はい、どうすればそのここ一番の大事な時のメンタルそのできるかとかいうの、あのメンタリストの人とかの YouTube を見たりして、一回中村さん昔結構取材してるときに中村選手は最初の頃それを徹底してこう研究したらしいですね。ああ、どうすれば平常心で上がれるんだみたいなことを、はい、ものすごく研究したっておっしゃってましたね。え、中村さんもそんなことやってたんですか。やってました。つまり結構若い20代前半とかであの方も東京ドームメインとか出てるからやってましたね。もうそのなんていうかその試合前にこうちょっと戻しちゃったりっていうのが多分あったと思う。あ、でもなんかそんな話中村さん本人から聞いたことあるかもしれないです、はいはいはい、自分もだからその辺はすごいこうトレーニングだったりとか、そこをうまくどうやってこう平常心でそこに持っていけるのかっていうのはねちょっと考えてたみたいですね、はい、いやでも自分聞きますもん、自分結構緊張しいなので、うんうんうん、中村さんにも聞きましたね、中村さん緊張しないんですかとか言って、うん、ほんならいやしねえよみたいな感じいいそう、いやおめえしすぎだよとか、お前しすぎなんだよとか、そんな考えすぎだよとかそう言われたような気がします、あと岡田さんもそうですね、岡田さんも、うん、もうしなくなったって言ったような気がします。岡田さんも自分なんか結構聞くんですよ、やっぱ同じメインイベントで同じチームで組んだりして自分だけそわそわしてて、岡田さんすごい余裕なんですよ本当に、試合何試合か前まで全然着替えたりもせずにすごい余裕もどっしり構えてる、やっぱで自分も会場お客さん会場したぐらいでもうコスチューム着替えてるメインイベントなのに一人だけそわそわしてるんですよ、やばいやばいやばい、あともうすぐ始まっちゃう、もうすぐ始まっちゃう、まだ第一試合も始まってないのに、なのでいや岡田さん緊張しないんですかって聞いてもいやもうしなくなったとか、やっぱなのでこうやって場数踏んどきたいですね。バカズというかバカズっていうあれもなんですけど、こうやってシングルマッチとかもいろんなたくさん経験、ニュージャパンカップはすごいいい経験になりましたので、そうですね、だからやっぱりそういう、まあ、ある意味ねその大場所はやられてますしメインもやられていますけど、はい、未だにメンタルが弱い、ね、まあ、特にシングルで今まではその陽さんが陽さんいてロッキーさんがいてくれてっていうのがあると思いますけど、こういう局面に、はい、ちょっとしばらくこの正念場ですね、しばらく陽さんがいないんですよ、はい、あその話しましょうか、そうね、陽さんはちょっとねびっくりしましたけど、そうちょっと怪我しちゃいまして、しばらく陽さんがいないんですよね、膝の負傷ということでね、はい、だからちょっとすごい辛そうですね、あの歩くのも、まあ、元気です、元気に
ヨさんは元気なんですか、ね、よく言われあのもう言ってますけど同じマンションにね、はい、いらっしゃるので、まあ、顔を合わせて顔を合わせてこの前も桃をもらいに行ってました。桃が届いたよって言って、じゃあ桃を取りに行きますって言って、って言ってもやっぱまだ足引きずってるんで、でやっぱニュージャパンカップもあったりして、あと自分のこういうネバーの選手権も決まったりして、ヨウさん自身も絶対悔しいと思うんですよね。でもまあ自分がこうやって活躍して何クソと思ってもらって、リハビリとトレーニングめっちゃ頑張ってもらえたらいいなと思うんです。本当にヨウさんには、いやなんかこうちょっとねその岸くもというか、このタイミングになっちゃったんですけどね。で割と翔選手今年はシングル行きたいんだと、でもう何だったらヨウ選手と対戦したい、ヨウさんと対戦したいと思ってたんで、ね、そういうお話をされてたので、はい、まあちょっとね、まあ、残念なんですけど、ちょっとそういう意味ではこの 3K の2人にとってもこう正念場のところかなっていう。そうですね、でロッキーさんも海外なのでいないですもんね。いない本当に今ケイオスのジュニア、今日本にいるケイオスのジュニアが自分だけになっちゃった、はあ、そうですね、そっか、はい、ロビーもいないし、ロビーさんいない、他のロッキーさんもいないってなって、でヨウさんも怪我しちゃったってなると。なるほど、はい、これはね、なので一人のレスラーとしてちょっと、まあ、神様に与えられたその成長しろっていう期間なのかなと思って。そうですね、ちょっとまあね、こうそれぞれが自分を見つめ直すというかね、はい、ロッキーさんロビーさんいないことだったり、ヨウさんに怪我しちゃったこともすごい良くないことなんですけど、本当にでもちょっと今後の自分のレスラー人生のためにもちょっとこの期間というか、ロッキーさんのいない期間、ヨウさんのいない期間、自分ちょっと頑張らないといけない期間なのかなとは。いやここはだからね、翔選手の踏ん張りどころですね、本当にここをちゃんと乗りうまく乗り切ったら、また一人のレスラーとしてまた変われると思うので、うんうんうん、なるほど、はい、今年下半期はちょっとそこを、そうですね、じゃあこれはちょっと頑張ります。ちょっといろいろいろんなことにちょっともっと視野を広げて頑張ろうかなと思います。なるほど、はい、ねえ、もう大阪城決戦、とりあえず大阪城ネバー、でも本当ネバー、まさかネバーで自分デビューして、うん、そうですね、はい、自分がデビューした日、その2012年の11月15日がこの今あるネバーのベルトの王者決定戦のトーナメントの1回戦の日だったんですよ、うんうん、完全にあの日セコンドついてるわけですよね。すセコンドというか、はい、いわゆるリング周りの仕事をやってたわけですもんね。してます、はい、なので間近で渋谷アックスでその初代王者が決まる瞬間も見ましたし、あ、なるほど、はい、そこに今届いたと、はい、あの時デビュー直後ですよ、デビューして1週間も経ってない時に自分が肉眼でそのネバー王者誕生の瞬間見て、まあ、当然僕もいつかこのもう昔のコメントに多分絶対のあるはずなんですよ、ヤングライオンの時の、はいはいはい、探せないですかね、無理ですかちょっと相当膨大なデータになると思うんですけど、俺はネバーでデビューしたんだから絶対ネバーのベルト取ってやるってヤングライオンの時に言ってるんですよ。なるほど、はい、それも昔からこのデビューした時からずっと思ってたことなんで、なるほど、これはじゃあもう悲願の、はい、本当に悲願ですね。あ、ずっと言ってたと思うんですよ、ヤングライオンの時からもネバーって言ってたと思うんです。なるほど、なるほど、はい、いや無差別っていいですよね、やっぱなんかその、まあ、ジュニアだからこそっていうのもあるんですけど、ね、あとその大阪城といえばね、ちょっと一つ気になるのが、はい、こうちょっと新しい選手が、はい、おー、またマスターマスター来ましたよ。いや自分どんな人が来るのかなと思ってて、その映像がこの再開してから流れてて、まあいろんなね、はい、想像というか予想もありましたけど、はい、でもグランドマスターって言って、なんかその映像的に見て、自分この鉄拳のキャラクターでリロイっていうキャラクター、リロイ・スミスっていうキャラクターがいまして、はいはいはい、それっぽいの来てくれるのかなと思ってすっごい楽しみにしてます、はいはい、その英春拳を使う、はいはい、そのイップマンみたいな、その憲法的なその戦い方、独特な戦い方するやつ来るのかなと思って、ああ、そのマスターワト、ああ、いやこれ楽しみですね。マスターワトはね、これはちょっと、いやめっちゃ楽しみですよ。ああ、若いし、まあそうですね、はい、これだから割とこう、まあね、正直正体は皆さん、はい、
お分かりになってるとは思いますし、顔を見ればね。ですけど、どのぐらいこうちょっと変えてくるのか、どういうスタイルでくるのかね。そうそうなんですよ。すごい多分ガラッと、自分は昔の彼しか知らないので、でめっちゃ変わって、しかも相手同期っていう。そうですね。だから俺、まあルチャっぽい感じがベースになるのか。多分メキシコで多分彼の活躍をずっと同期は見てたんでしょうね。それで、まあこれはね、同期さんはそういう意味ではこう、はい、まあいわゆるメジャーじゃないリングでやってる方ですから、はい、これはちょっと何クソっていうね。いや絶対あると思います。あると思いますし、もうでちょっと新たなねライバルストーリーというか。はい。しかも彼多分ジュニアですかね。多分ジュニアだと思うんですよ。さすがにジュニアはでしょうね。これは。いや対戦する機会があれば本当に楽しみですよ。やりたい、本当に。ちょっとそうか、ちょうどあんまり重なりがはいない。試合はしたことありますけど、その昔の彼とは。なるほど。いやマスターはとすごいどうなっちゃうの、ね、楽しみだな。ジュニアが今盛り上がってる最中にこの新しい、まただからこそもうスーパージュニア今年やれたらいいですね。彼入りで、マスターはと入りで。マスタード入りで、マスタード入りみたいになったんですか。ワトさん入りで。ちょっとね、分かんないですけど、この間のメイ社長がスポーツイラストレッテッドのインタビューに答えて、そのまあ中止っていうことではないみたいなね、ニュアンスを少し話されてたの見ましたけど。ああ、本当ですか。スーパージュニア。まあもちろんね、決定ではないでしょうけど、だから、まあ、もしかしたら現在スケジュールでは入ってないですけど。はい。もしかしたら G1 なのか、G1 はあったあとなのか、はい、これはね、まあ、皆さんも期待するところでありますでしょうし、あとそのね、海外渡航のね、部分がどうなるかっていう。そうですね、そこですね、本当に。それもありますしね。いや、これはいいんじゃないですか。いや、すごい楽しみです。これ、うん、あれ言っちゃって大丈夫ですか、あのベルト、ジュニアタッグの。あ、そうですね、ジュニアタッグのベルトどうするんですか。まだその会社からまだ特にあれは多分今話して実行委員の方とか話してくださってると思うんですけど、本当どうなるか分からない。ヨウさんがその復帰がいつになるかもまだ分からない。これはだから、まあ例えばね、1ヶ月ぐらいだったらそのもちろんその時待ってっていうのはあるでしょうけど、2ヶ月3ヶ月になっちゃうと、これはちょっと会社としてもっていうね。半年ですよね。半年が、半年防衛期限がね、防衛期限が半年なので、もしこれでヨウさんできなかったらと返上になってしまうかもしれないです。もしそうすると決定戦をやるのかどうかっていうのもあって、そのジュニアタッグのトーナメントかリーグ戦なのかわからないですが、それが今年は決定戦になるのかどうか、まだそのまま、まだ会社が実行委員が話してくださってると思うんですけど、まあ、そこはちょっと残念。一応ベルトを持ってたので。そうですね、はい、ちょっとね、正直わかんないです、ね、防衛回数を重ねたかったです。ようやくその金丸デスペからの田口ロッキーと防衛してきてね、はい、仕方ないですけど、ここもね、ちょ今後どうなるのかっていう、はい、はい、ちょっとね、行ってください。そうです、はい、はい、ちょっとここから質問を、はい、お願いします。はい、これメールフォームの方にもね来てたんで、まずそちらの方から行こうと思うんですけど、楠木さんという方。ああ、楠木さん、はい、いつも楽しく聞いています。次の更新はいつかとワクワク待ってるんですが、この時期にあえて翔さんに質問があります。これちょっとあの多分あれですね、まだ大会再開前、あ、大会再開されてるかなとですね、4月に予定されていた宇和島大会が中止になり、遠征の予定が潰れてしまいました。しかしこの度8月に八幡浜って言うんですかね、これ。八幡浜です。八幡浜の2連戦発表になり、深く考えないままにチケットを予約しました。プロレス貯金の準備は自粛期間中にバッチリなので、遠征でお金を使える日がとても楽しみです。はい。宇和島遠征の時には今までお勧めされていた居酒屋さんに行こうと思っていたのですが、閉店されてしまった。あ、そうなんですよ。自分のその同級生がやってた宇和島のお店が、はあはあ、ちょうどいい機会だっていう、まあ、お客さんこういう時期のいい機会だって、もともとそいつの奥さんがあの沖縄の方 で、はい、でずっと沖縄で修行して沖縄料理を宇和島で出したりとかしてたんですよ。なので
ずっと沖縄にお店を出したいっていうのがあって、はいはい、あようやく沖縄に、あでもこの7月から7月から、はい、もうこの時期だから、もうちょうどっていうかこの機会に、じゃあまあちょっと前向きな閉店、前向きですね、完全に前向きですね。なるほど。なので沖縄行ったらそうですね、ですね、すいません、あの今までその長寿っていうずっと長年やってた居酒屋さんがあったんですけ ど、 なるほど、自分の同級生がやってた、あのこの度あの沖縄に移転というか、その、ね、沖縄に行く方、沖縄で行ってください。その今までも宇和島大会あった時、あのいろんな方が来てくださってたんですけど、あそうなんですか、はい、なるほどなるほど、はい、あでもこれね、そう 今度もね、そういうふうなつもりだった方多いかもしれない、あはい、申し訳ないっていうか、また宇和島行って、宇和島ない、あの沖縄行った時はぜひ行ってそうですね、あげて、はい、なのでこの草木さんは旅先グルメをどうしようかしらと迷った思っております、はい、鯛飯の穂積亭には伺うつもりなんですが、その他松山市街地八幡浜宇和島でおすすめのグルメ情報あったら教えてください。あります、全然あります、はい、八幡浜の焼きちゃんぽん、お美味しいんですよ。なんてお店だったっけな、あれちょっと、なるほど、八幡浜の焼きちゃんぽん、それ本当に喫茶店みたいなとこで、おしゃれな喫茶店みたいなところで出てくるんじゃないですか、ね、八幡浜焼きちゃんぽんですね、すごい、自分も八幡浜行った時はアイボールですね、アイボールさんかな、あアイボールですね、はい、アイウォールっていうカタカナですね、はい、へえ、の焼きちゃんぽんがすごい美味しいです、へえ、あこれいい、八幡浜行った時は本当美味しそう、これめっちゃ美味しいですよ、はい、へえ、あとは宇和島の時はその吉田町にあのそのタチウオ巻きっていう郷土料理みたいなのがあって、タチウオ巻き、タチ巻きっていうんですかね、タチウオ巻きっていうか、そのタチウオのかば焼きを竹の棒にぐるぐる巻いてるんですよ、はい、美味しそう、そう、タチ巻きっていうんですかね、タチウオってこれでいいのかな、はい、タチ巻きで出るかな、タチ巻き、もうかば焼きすっごい香ばしくて、その小さい頃からでも公園の近くで立ち巻き屋さんがあって、小さい頃遊んでたらそこからもすごい、こんな面白いですね、はい、香ばしい匂いが、あこれもいいですね、はい、名物の、あここはじゃあ割とどこでもというか売ってる感じのかな、まあ、スーパーとかでも売ってる時もありますね、立ち巻きは、本当にその立ち王のかば焼きですね、すごい美味しいです、これいいか、はい、矢玉は焼きちゃんぽん、なるほど、はい、あと散策もしたいと思ってるので、ここは行ってほしいという場所があれば、宇和島か八幡浜ですか、はい、あ八幡浜の港なんかそのわが、え港いろいろ面白い名前があります、ね、八幡浜、まあ、宇和島は、まあ、いっぱいありすぎてちょっとどこを言ってりゃいいか分かんないんですけど、宇和島はどこ行っても楽しいです、へえ、港にもねちょっとじゃあ行ってもらえ、港ですか、八幡浜、あっ八幡浜港っていうところありまして、はい、道の駅、ああ道の駅、道の駅のねよく行くお話されてますね、はい、港っていうところも、あと、まあ、宇和島だったら宇和島のあそこの会場近くだと、あ多賀神社に行ってほしいですね、多賀神社、ほうほうほう、それは多賀神社調べて行ってください、多賀神社、あの静止旅館です、静止旅館、静止旅館、多賀神社調べてみてください、多賀神社、ちょっとじゃ あ、 あのまあ皆まで言わないが、はいはい、ね、あの何が楠木さんですよね、この質問、楠木、はい、さん、あの多賀神社って調べて、宇和島多賀神社で調べてください、大丈夫かな、あ全然大丈夫です、あの1000円払えば中の資料館見れると思う、なるほど、1000円ぐらいだったと思います、800円かな、その何百円かだったと思うけど、宇和島に多賀神社っていう神社がありまして、はい、あの子孫繁栄の、はい、ありがたい神様、なるほど、そのこれはいいですね、それは縁起のいいところなので、はい、なるほど、ぜひ宇和島、その会場からもすぐ近くです、川沿いの、はい、すぐいいところなので、いいものがたくさん見れると思います、はい、わかりました、そうですね、いくつかじゃあツイッターからも拾って、はい、はい、あでもやっぱり翔くんのお友達の居酒屋に行ってみたいですという方もいらっしゃいますね、ません、うん、ちょうど7月からですね、これじゃあ皆さん気をつけていただいてね、皆さん、はい、あ予約して電話したくても電話つながらないという方いらっしゃるかもしれないです、もしかしたら、はいはい、あの移転というか、大将が沖縄に引っ越しちゃいました、はい、ずっと釣りも好きで沖縄ずっと何回も行ってた、はい、ずっと沖縄料理を出してたんで、それでようやく
前向きな閉店です。はい、はい、じゃあ突破奈良さん、高木選手戦は痺れました。あの試合は翔選手の引き出しが増えた部分が見られました。はい、鉄拳の YouTube 配信でのびさんから教わったことを応用されていたのかと個人的に考えたんですが、意識されましたでしょうか。ちょっとだけ、はい、ちょっとだけ、ちょっとだけ、あののびさんのその教えが、あの翔選手、あの鉄拳やってて、はい、のびさんの鋭くて、はい、鉄拳って普通のゲームの対戦じゃないですか。翔さんなんで負けたか分かりますかとか言われて、いや何なんですかねって言って、翔さんの鉄拳は綺麗すぎるんですっていうか、相手の嫌がることやってないんですよみたいな。へえ、面白い。それ、あ、俺確かにそのいろんなことプロレスもそうだなと思って、もっと、ああそう、人の良さが出ちゃってる、そうそう、人の良さが出ちゃってるんですよって言われて、鉄拳にはもうなんてこと見抜かれてんだと思って、ちょっと、はい、怖いですね。いやらしくねちっこく攻めた方がいい、攻めたり守ったりした方がいいっていう。相手をイラつかせてたりした方がそのいいというふうに言われました、鉄拳では。いや、これ本業でも一緒やとその時思いました。そうですね、はい、その時本当ですね、面白い。はい、性格が出ちゃうっていう。そうですね、はい、ジムが再開されてトレーニングできるようになりましたが、充実したトレーニングができていますかと。はい、今日も行ってきました。なるほど。トレーナーさんもようやく一緒にできるようになりまして、うんうん、今までずっとできてなかったんですよやっぱ、うんうんうん、ようやくですね。はい、カレン先生から来てますね。あ、カレン先生お疲れ様です。はい、プロレス再開したばっかりですが、大会と大会の間のセルフケアルーティーンはありますか。例えばストレス解消とか気分転換とか、かっこ鉄拳以外でと。鉄拳が、ああでも最近は鉄拳以外なんかやることですか。まあまあまあ YouTube、 まあでもフリーズってわけにもいかないですね、はい、今ね外にも出れないので、とりあえず、うん、あでも家でストレッチをちょっと増やしましたね。お、はい、やっぱ体硬い、自分が体硬いっていうのがあって、あのストレッチ器具結構買って、ポールだったり、あとなんかそのストレッチ台、座る台を買って、ちょっと腰とかもちょっと自分痛めやすいんです、スタイル的にも。なので腰を伸ばしたりとかはしてます。それがちょっと気分転換、気分転換、あ、気分転換って言われると、そうですね、あ、ちょっと食べてます、自分さん最近ちょっと緩めてますね。ああ、なんかでもまたちょっと大きくなってない、体大きくなっちゃ、なっちゃったって言ってもあれですけど、結構食べてます。なっちゃった。はい、炭水化物も多めに食べてます今は。これはちょっと、でもやっぱりこれは対高木さんというか、はい、スーパージュニアだったらやってなかったかもしれないです。ああ、なるほどなるほど。これはヘビーの人とかもたくさん出てるニュージャパンカップとかだったからこそ、なるほど、食べてるのかもしれない。これはでもまあね、ちょっとこう、はい、そこ戦略、ね、戦略的に、はい、戦略的な増量という、戦略的プラスはその自分でいや、これ食べれる、美味しいもの、美味しい、はい、最近美味しいものだ、シューマイ食べました。シューマイ、シューマイ好きなんですね。シューマイが美味しかったです。はい、はい、奥アット新日サブさん、はい、高木さん以外の方に自分から大好きだと告白したことはありますか。また翔くんはどちらかというと告白はするよりされるイメージです。その時どんな風にお断りするかも聞きたいですよ。結構ね、攻めた質問ですけど。ちょっと待って、串田さんに言ったことあったっけな。串田さんに言ったんですか、好きだって。串田さんか永田さんか言ったん、いや言うと本人に言ったことないですけど言ったっびっくりしましたよ。だからじゃ本人に伝え、こう自分は高木慎吾には直接は伝えてないですよね。直接は言う勇気ないですよ。お前が好きだとか言って、これ多分多分プライベートのことを聞かれてあれ本当ですか。大好きだと告白したことありますか。あ、それ女性にってことですか。いや、小学生ぐらいの時なんか未成年の主張みたいな、知ってますか、なんか番組、学校エコーかなんかかな、ほうほう、あ、分かる、なんか何の番組か忘れたんですけど、なんかその、そういうのがあって、なんか罰ゲームでやらされて、なんか大声で、あ、よくあるね、好きだっていう、あ、あ、あ、はい、それ本当に好きな子の名前言ったんですか。なんか言うしかない、うわ、あ、誰々
お前の好きな人誰誰だやろなみたいな感じで、誰誰に好き大好きって言ってこいみたいな感じで、うわで、でもちゃんとしたちゃんとあの真剣な告白はいつかな、いつかな大学の時も知ったけど振られたんですよその時は。あ、なるほど、これさっきのね、はい、振られる時にちょっとねショックが大きいという、そう、そういうのも結構振られてるんで、そのその時のショック結構引きずってたんですよそのはい、ちょっと今考えてもすげえちょっと、あ、ちょっと落ち込むぐらい、はい、落ち込むんだなと、はい、そう選手をね、振る方もいらっしゃるんですね、全然振られましたよ、普通に、あとその、ね、どんな風に告白されることもある、そういう時にどんな風にお断りするのか、はい、断る理由ですか、いやあ、じゃあ今僕はそういうあの彼女を本当に作ってる時期じゃないっていうかもしれない、それショック、ああ、そう、その時にね、はい、今はちょっとそういう、はい、仕事に専念したいんだと、はい、なるほど、わかります、それから俺はそう仕事に専念したい、ああ、もしかしたらもう、まあ、ね、勉強に専念したい、ね、相手してあげられる暇がないかもって言って、まあ、はい、じゃあですね、断ってみたいですね盛大にそんなにじゃあ断ってないってことですね、いや断ってないですね、うん、はい、シムさんから高木選手にこれだけは言っておきたいこと一言でお願いします、ああ、もう健康第一で体調万全に来てくださいっていう、もうその本当に 100% 以上、はい、120% でぶつかり合いましょうっていう、なるほど、大阪城もあのしっかりメンテナンス、あの健康第一あのたくさん食べてあのあの備えておいてください、なるほど、あの本当にこっちもそのつもりなので、なるほど、あのちょっと病気で勝ったとかは嫌なので、うんうん、うん、100% 体調万全の時に、ね、倒したっていうのが、なるほどなるほど、はい、とにかく今とにかく予防健康第一にいてくださいっていう対戦相手まあそうだよね、はい、こういう時期ですもんね、対戦相手があの万全じゃないとこっちもやりがいが、うん、はい、はい、ヤンさん、待望の高木選手とネバーのタイトルマッチが迫ってますね、これに勝てばネバーと共に生まれた翔選手が30歳にして第30代王者、おお、すごい、今はこの試合に向けて気持ちを高めている時だと思いますが、はい、高木選手についての熱い思いを全て吐き出してください、まあ、そこら辺ね結構いろいろ聞きました、いやもう30代王者、いや節目ですね、はい、取るしかないですね、これ69にこだわる人、まあ、気持ちは分かりますね、30ね、こだわりたい、いいですね、うん、30代王者になりたいな、そうですね、30歳で30代王者、俺いいですね、いや、なりたい、これはちょっと本当に取りたい取ろう、よしよし、取るぞ、はい、はい、そうですね、マウイさん、8月に、まあ、さっきも出ました宇和島大会開催されますが、はい、よろしくお願いします、久しぶりの地元凱旋への意気込みを、うん、教えてくださいというね、あの4月、うんうん、あの盛大にポスターも作って自分デカデカと載せさせていただいて、いました僕も、はい、すいません、いろんなところに貼らせていただいてて、宇和島のそうかそうか、4月にあるぞ俺帰ってくるぞぐらいの勢いで、あと両親もいろんなところに、まあ、あの知り合いのお店とかにもいろいろ配ったりして、うちの息子が来るんですと、はい、これはじゃあね、ようやくというか、はい、これはまあね、ちょっとこういう時期ではありますけど、これは8月の、もうお盆ですよ、そうですね、あ、お盆里帰り久しぶりですね、本当に、ね、いつぶりだ、まあ、里帰りもできるし、お盆に里帰りですよ、もうご先祖様来てますから、本当ですね、はい、もう故郷に錦を飾る勢いで、うん、あのさっきも言ったんですけど、これちょっとまだ発表になってないんで何とも言えないんですけど、はい、もしかしたらジネタックのベルトが持って帰れるかどうかがわからない、なるほど、とでもあれじゃないですか、そうなんですよ、なので丸腰で帰るわけにはいかないじゃないですかやっぱり愛媛とかお盆に地元に帰るのに、そうですよ、
俺はね、わがまりとか言うのでも全然違いますよ、こう一個あったら。これそうなんですよ、はい、これこのタイミングで宇和島、お盆のタイミングで宇和島あるっていうのは、ま、これもまた一つのこれこれできすぎてんじゃないかっていうぐらいの、ね、はい、自分にとってこれは先祖の方もこれ来ますよ、これもうね、会場にシュッとこう、はい、いろんな方がこう、いやこれちょっと自分にちょっとこのできすぎてんじゃないかっていう怖くなるぐらいのあれかもしれないですけど、これは本当にちょっと取ってお土産増やしてお盆は帰省できるかなと思います。本当になんなら取ってね、はい、もうじゃあ防衛戦やってやろうかみたいなね。いやありですよ、本当に宇和島のメインでやったろうかみたいなね。全然ありですよ、やりたい。いいじゃないですか。いやマイクで締めるっていうの、今回ヨウさんがいないじゃないですか、いつもちょっと自分のマイクがもしかしたら見れるかもしれないっていう、その何かその試合順もどうなるかわからないですし、いやこれはもうわかんないですけど、勝てるかどうかもわかんないですけど、そのマイクメインでマイク締める勢いで、いやそれはそうですよ、はい、自分のマイク聞きたい人は宇和島に来てくださいっていう、地元凱旋でね、はい、他の方にちょっと取られたらね、はい、お盆休みちょっとマイクで締めたい。いいですね、お土産持って帰ります、応援来てください。わかりました。はい、これでもちょっと忙しくなりますね、これね。まあでもいいことですね、ようやく、あようやく、ね、まあ、3ヶ月半何もできない期間ありましたから、プロレスラーらしい生活に戻ったなっていう。うん、自分だってもう次大阪城ホール、はい、俺何持っていけばいいのかなっていう感じ、その巡業が久しぶりすぎて、巡業とか地方のバッグの中に何を詰めればいいのか。まあこれ2日間とはいえ、はい、そうですね、何が必要だったかなみたいな。はい、俺今まで何も準備してたか、今までサプリだったりパンツ靴下練習着とかなんかいろいろ入れてたんですけど、それが一回全部空にしてるんで、何もなんか忘れ物がありそうでちょっと怖いですね。ああこれ持ってくるの忘れたっていうのがありそうで、いやまあね、はい、ちょっと今からこうね緊張感があるんですけど、いやもう今やばいですね本当に。でもそうやって宇和島のこととか、そのいいビジョンを頭の中 で、ね、宇和島でネバーのベルトを持って凱旋してる自分を思い描くと、ああその前向きな気持ちになれます、そのポジティブな。そうですね、はい、いやこれ楽しみですね、大阪城これちょっと、はい、両親にも見せたいです、ちょっとネバー、そうですね、ネバーでデビューした時の、ああそのデビュー戦もすごい喜んでくれてたんで、両親に見せたいな、ベルトを。はい、ね、ちょっと非常にいい流れが今そうですね、ているので、ちょっとぜひちょっとね、大阪城は調子で、はい、調子には乗らず、調子に乗って調子には乗らず乗り、このいい調子には乗るんですけど、その、はい、その天狗にはならずっていう。あそうそうですね、本当にその、まあ、選手は大丈夫だと思いますよ。それだけは本当はそれだけにはなりたくないベルト取ったからといって天狗だけにはなりたくないです。とにかくね、でもさっきもありましたけど、実験の、ね、はい、方の教えじゃないですけど、こうちょっとね、はい、えぐいちょっと攻め方を変えて、 あと串田さんも挑戦して取ってはないんですよね、ネバーのベルトは。石井さんとやってますね、一回ね、海外でね、うん、台湾で自分を見て。ああそうだ、台湾だ、台湾でネバー戦、うん、いやさっきの質問で串田さんとの試合を意識されたんですかって方もいました。いや、おっしゃる通りでしたよ、うん、見ましたもん、また見返して、はい、やっぱりヒントが隠れてるんじゃないかっていうのを、はい、これだから18年のスーパージュニアの串田戦のグラウンドの攻防が印象残ってます、はい、この試合で何か行きましたかって方いらっしゃいました、ね、それはもうじゃあここの他の串田さんの試合も見てました、ね、いいじゃないですか、また、はい、その串田さんも成し遂げられなかったネバーを取りたいですね。そうですね、なるほど、はい、分かりました。じゃあ大体今回はこんな感じですかね。はい、あれすみません、なかなかと。いえいえ、はい、大丈夫です。いやとりあえず宿題、はい、宿題どうしましょうね。これいつだって、これも早ければ明日ですね。おお、岡田さん、岡田さんまたしゃべ岡田さん岡田さんにしゃべってもらっていいですか。まだやってんの。はい、もう終わりです。閉めてもらっていいですか。ちょっと閉めていただいて。閉めて、俺聞いてるから。いや、ちょっと閉めてもらっていいですか。閉めてもらっていいですか。ちょうどこの T シャツ、あ、いいんですか。あ、どうぞ着てください。うん、これ XXL なんだけど。 XXL ってありますかね。これは L ですね。どうしたんか、これいいサインか。あ、はい、ぜひ。
これはお母さんのちょっとプレゼント用のやつなんで、ちょプレゼント用に僕もサイン書き込みますよ。書き込みますか、はい、いいんですか、ね、やったありがとうございますちょっとどうですか無観客試合はどうですか聞いてんの俺が。いや、岡田さんの聞きたいですね。皆さん多分自分のなんかより岡田さんの聞きたいと思う。どうですか、もう喋ってもたくさんあるどこで取材でなんておっしゃったんですか。え、なんておっしゃった、翔くんなんておっしゃった。いや、やっぱお客さんいた方がいいっていう以上ですありがとうございました。すいません、ありがとうございます。すいません、失礼しました。いや、嬉しい。いや、もっと喋ってほしかったな、ちょっと。2回の乱入ありましたけど、はい、すいません、失礼しました。早くて明日、はい、あの情報の前には、そうですね、情報でもうこれはもちろんですよ、はい、ちょっとね、これを聞いて皆さん、まあ、会場にいただ聞いていただけるか、もしくはそのワールドで、はい、見ていただきたいな。ワールドでぜひ、前もコメントで言ったんですけど、念を送ってください。あの見れない方多いと思うんですよ、応援行きたかったけど、本当、本来だったら、会場で応援したかったっていう人もいると思うんですけど、自分の好きな選手に自分の念を送るだけでも、その画面越しに、そうですね、はい、声出して、画面を見ながらでも声出して応援してもらって、田中さんもその会場でもやっぱり念を送ってくると、その声に出せない分、はい、そう、声に出せないから祈ってくれっていうしかないですね、はい、でもやっぱりこうね、それはやっぱりこう見てる方がいらっしゃると気分が違うわけじゃないですか、はい、全然違います、はい、ね、ここに多分一人どなたかいても、これ多分気持ちが違うわけですから、はい、これはね、念を送っていただいて、あとはちょっと雨、熊本もすごい大変、ね、本当にちょっと大変だと思うんです。そうですね、ちょっとね、それ心配ですね、この時期、すごい心配です。西日本豪雨でうちの地元もすごい、あ、そうですね、これからね、これからちょっとまた、この一昨日からうちの祖父ももう避難してて、あ、そうですか、はい、もう本当に今大変、コロナだけじゃなくいろんなものがちょっと重なって、とにかくプロレスがそのちょっとでもその元気になる、いや、プロレスを見て元気になってもらえればと、本当にそのために全力で、そうですね、はい、これはもうそのために念を送って応援してて、いや、賞応援しててよかったって思ってもらえるように、はい、その元気になってもらえたらと思う、全力で戦いますんで、はい、ぜひちょっとね、はい、いい結果をネバーのベルト見に来てください、はい、本当にちょっと取ります。ありがとうございます。ということで、はい、締めの言葉、まだ決まってないから、決めましたっけ、締めの言葉締めの言葉、いや、あなたが大好きですよ、私。あ、最後まで聞いてくれたあなたが大好きですということで、またこれレコーダーに手振ってますありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。